ゆっくりと近づいて16番ゲートへ収まりまりすスタートしました7番ブロッドキャスター後方からの競馬うち1番レアグリフォンは好ダッシュを決めて先頭に立ちますこれを各馬が追っていって8番福ちゃん透明そしてうちに4番インテルメディオ外から13番のアムレートム16番ビロビダダも好意をめがけて上がっていきます先頭に迫っていきました その後ですが、後位の後ろに内から6番、リトルラフター外からは15番のミーハ1コーダー回っていきます隊列決まって1番のレアグリフォンが先頭リード、体半分ほど外2番手、8番の福ちゃん透明。 1>, 1馬身半差3番手2頭並んで内から13番アムレーティブが3番手まで上がりましたトに4番のインテルメディオ先頭までは2馬身半から3馬身トに16番ビロビダダ1馬身差6番のリトルラフター15番、ミーハ12番のメイショウソムリエ その後中段後ろに3番セイカービーロード外2番のホウオーベレクソンです2バシンがいて9番ナムラバンチー10番ノールシャピートル後方から14番のトモジャリポー1 0 0 0ルは63秒3で通過5番アルディオールそして11番のマジックラインが後ろから2頭目離れて7番ブロッドキャスター最後方です 3コーナー回って1番レアグリフォン、並んでいく8番福ちゃん透明、体半分から1馬身差、3番手の位置に16番のビロビダラ間から4番インテルメディオ、今、前2頭の外に持ち出して3番手、先頭まで1馬ンこの外に12番、メイショウソムリエ、内から13番のアムレートムです。第ココーナーーーナをカーブ直線コースに向かいました 今度は外から4番のインテルメディオと12番名メイショーソムリエ抵抗する8番のフクチャン・トーベ交代する1番、レア・グリフォント上がっていこうと13番、アムレーテム、外からは2番のホー・オーベルクソンも追い上げている前はインテルメディオとメイショーソムリエ2頭の追い比べから4番のインテルメディオが抜けれました、1マシンリード、2番手、メイショーソムリエ3番手から2番手をかかる2番、ホー・オーベルクソンです先頭は4番のインテルメディオゴ輪2着最後、2番、ホー・オーベルクソン上がった3着、12番、名イソムリエ